グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工令。大きなお家ですね。どんなご相談があったんですか？はい、この大きなお宅のお庭に草がいっぱい生えてきちゃいまして、それで今砂利を撒いているこの辺りも草だらけになってしまって、お客様からインターネットで、お問い合わせしました。はい、手前に見える砂利と今撒いてる砂利違いますね。あ、そうなんですよ。この手前にあるこう赤とか白とかが混ざってるこの砂利がもともと撒かれてまして、そしてその周りに笹の植え込みがあったんですね。はい、で笹の植え込みの中に雑草が入り込んで、笹と雑草でぐちゃぐちゃになっちゃって、見るも無残な、でもこの砂利が根元で見えないよ、そんな状況になってたんです。で、うちは基本的に他の業者さんはその昔の砂利を捨ててしまうんですけども、もったいないのでうちはこれを利用してコストダウンを図るために、はい、活用するっていうのがいつもの趣旨なんで、はい、そんなやり方でお客さんに喜ばれてるんですよ。ああ、そうなんですね。なるほど。で、今この仕上がりの左の木が3本立ちの木がある根元の辺を工事してました。パトロール社長のカリアです。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。